こんにちは、おさまめです。あれ、この曲が流れているということは今回はダイジェストですか？今回はダイジェストが5分ほどになります。捕らえた武将やどれだけの攻防が繰り広げられていたのかを見たい方だけそのままご視聴ください。興味ない方は4分45秒まで飛ばしてください。それで今回ダイジェストを少し行う理由ですが、あまりにも長尾の抵抗がすごくて白鳥合戦が激化したことと独立勢力ですね。あ、ここでは有識を取得しました。1年遅れで徴兵解禁ですね。本当はダイジェストにしたくはないのですが、見せ場のない戦いが数時間続きました。あまりにも見せ場がなくてダイジェストパターンですね。そんなわけでどんな武将を捕らえたのかを裏で流しています。はっきり言ってかなりきつかったです。一気に20は取られたり上下後方と様々な場所から攻められたりしてましたね。先に言いますが、長尾完全無力化するのに5年の年月をかけました。前回の王とも異常に一気に一体の攻防を繰り広げましたからね。騎馬の進軍速度が異常ですね。一気に城が取られていきます。あとは独立勢力があまりにも多い。それで長尾に付け入る隙を与えてしまっています。それと二人で一気に攻めてくるのもありますね。一人だと一個しか取れない城も、二人だと三つ、四つ取ったりしてきますから。そこもかなり辛い点。やはり数って大事だということがわかります。これは編集してて思ったのですが、有識覚えたかの独立勢力の取り速度が速くなったことも原因になっているような気がしますね。どういうことですか？有識を覚えた結果伸びきる前に独立勢力を叩きやすくなったため、結果的に長尾が戦力を回復してくるんですよね。有識がないと本当に削り切った後に少し伸びてきた独立勢力を潰すという感じなので、案外戦争は激化しません。でも結果的に徴兵を覚えた方が効率はいいんですよね。それはもちろん。ただ単純の戦争が激しくなっただけです。秋城が多い分有識で徴兵数も足ります。動画を見ていただければわかりますが、先ほどから前線がほとんど変わっていません。でも約3年でほんの少しだけ押し上げたかな、という感じはしますね。3年でほんの少しは完全してほしいですね。前回は新勢力が変わり変わりして前線を維持できていましたから、もちろん地形の問題もありますけどね。だから早めに中部へ進出したい。中部地方は非常にやりやすいんですよね。攻める箇所が限定されるので、近畿地方はあらゆる方面から戦争を仕掛けてきますからね。しかもまだ背後には大名家が控えています。そういえば長尾が最後じゃなかったですね。最低でもあと20年は見積もっていますね。案外寿命がギリギリだったりします。ちなみに東日本の情勢ですが、斎藤織田連合、安藤、扇や上杉の三つどもえになっています。扇や上杉は私たちが知っている上杉とはまた別の上杉ですよね。そうですね。一番勢力を持っているのが斎藤織田連合。中部全域から関東の半分を支配しています。北陸東州の半分は安藤。東北と北関東は扇や上杉が取っています。あとは自由に千葉家が10個ほど所領を持っています。千葉家ってかなり弱いと思うんですけど、よく生き残っていましたね。織田と思ったより戦えていますね。そこも一心一体という感じ。それで長尾の次の相手は斎藤で確定しています。兵数は動画の時点で2000弱。戦争を始める際の長尾とほぼ同じですね。しかも武田家を吸収しているので騎馬隊という長尾より恐ろしい家臣団になっている可能性もあります。やっかの思いで長尾をしているのに、その背後に斎藤が控えているのは厳しいですね。しかも終わり、身の、鉄柱のラインを全て斎藤が持っているのも立ちが悪い。どういうことですか？一度戦争を始めるとそのうちの2箇所は必ず抜かれるということです。一旦 CM 入ります。1549年7月、一人の南蛮人が薩摩の国に上陸した。イエズス会宣教師、フランシスコ・ザビエルである。彼と彼に続く宣教師たちによりもたらされた南蛮の宗教と文化は、やがて全国に広がっていく。まあ長尾倒してもまだ強敵が残っていますよ、というお話ですね。さて、ダイジェストも終わりに近づいてきました。かなり前線を押し上げているのがわかるようになってきましたね。ダイジェスト明けは長尾との最終決戦となります。ダイジェストを見てくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ダイジェスト終わり、長尾との最終決戦となります。所領についてですが、安藤家が滅亡。東北は元扇や上杉、源南武家が制圧しました。斎藤はいわゆる昇竜道年なの、甲斐を制圧。
小田は三河、関東西、越後までですね。だいぶ減ってはきましたが、それでもまだ結構な大名家が残っていますね。ちなみに言うと長尾の兵士は全体で約200程度しかいません。そして今回は約半分の兵士が参戦していますが、注目はそちらよりも畠山家ですね。実は320います。それはまた結構な数ですね。そしてさらに後ろの魚津城には騎馬S、戦闘120の宇佐民がいます。前のシリーズではパート4でちょろっと出ていましたが、今回はそこまで強くなっていたんですね。前回のラスボス的位置だった立花同説が戦闘116なので、かなり高いですね。何が言いたいかというと、畠山は倒すけど340の兵を相手にするから実はギリギリということ。騎馬Sで戦闘120ですよね。どれくらいの兵数を残せば勝てますか？どれだけ少なくても50は欲しいです。騎馬相手だと地形有利がほぼ取れないので、それぐらいないと兵数差で押し負けます。というわけで、地形効果をしっかりと意識して戦いました。この会話をしている途中でほぼ全滅しちゃいましたね。そして意外と兵数きつかったりしています。やっぱり数は正義だった。ここは先導にかけるしかない。来た。これは非常に大きいですね。なんとか50は持ちこせそうです。それでは城を取って七尾城に向かいましょう。ちなみに援軍の下妻来将は倒しました。兵数4まで削りましたから道すがらでしたね。はい、結構ギリギリです。ずっと戦争をしていない大名とだけあって、非常に城郭が高いですね。おそらく一斉攻撃してくれれば倒せるので、仕方ないですが許容しましょう。畠山は城の作りもあって早々に倒したい。通常でしたね。これはラッキーなのでは？ラッキーですね。被害は最小です。せっかくですから全滅させましょう。ターンは余裕あります。逃げられて独立される可能性はできるだけ排除したいですからね。独立は中盤から最後の最後までまとわりつく一掛け最大の壁ですからね。はい、それではこのターンでおしまいです。残った兵数は49。正直言ってかなり厳しいですね。先導と徴兵がいい感じに絡むか、敵上で地形有利取りつつ混乱かければいけます。結構条件厳しめですね。ちなみに相手が籠城してくれれば話は早いのですが、兵数差的にそれはありえません。なんなら近づいたら突っ込んできます。だから相手の城をうまく使うんですね。それしか方法がないというのが正しいかも。あと長尾春影は見逃します。そうしないとウサミンが大名になっちゃう。それだけは絶対に避けないと。それよりもまずはウサミを倒せるのかどうかですよ。聞いた感じだいぶ厳しい兵数だと思うのですが。こればかりはやってみないとわかりません。まずは戦争を仕掛けます。そして小山ごぼうまで向かいましょう。戦闘が起きるわけではないので倍速します。しっかりと小山ごぼうまでついてきてくれました。あれ、その位置だと本丸に入られますよね。ターンの関係上全部の城取るためにはここで仕掛けるしかないと判断しました。いや、本当はここで突撃して私が40程度、相手が70まで減らせるかなと思ってたんですよ。完全に予定が狂いましたね。これは七尾城まで退却ですね。素直に混乱しておけば城2つは取れました。賭けに負けた代償は非常に大きい。しかも地形最悪ですね。兵数は倍以上。かなり不利です。これは迷った。戦って勝てなかった場合は当然アウトで、変に戦って退却できないのもダメなんですよね。一発だけなら大丈夫かな。はい、無理です。おとなしく七尾城まで退却します。これ退却できますか？突撃されなければ大丈夫だと思います。突撃されたら混乱してくれるとありがたいなと。地形有利取られると突撃されるので、退却の際も地形有利は意識します。ちなみに相手の戦闘が高いと地形関係なしに突っ込んでくるのでその場合は諦めましょう。もし城に入ってきたら徴兵と火攻めで干渉できるので、今回はできれば入ってきてほしいところ。そうは言ってますが被害は甚大ですよ。籠城戦に自信があるから厳しくても攻めています。帰りましたね。行動力余っていますけど、もう一回攻めますか？いや、ターンを終えます。このターン向こうは攻めてきません。次のターンで攻めてくるなら一応作戦があります。さて、ダイジェストで飛ばしてしまったので現在の情勢も確認していきましょう。小田と南部の戦いは南部が優勢です。南部千葉連合軍という感じですね。対して小田は斉藤の援軍を頼れないため、かなり不利な状況にあります。しかし斉藤が関わると形勢が逆転するため、まだ滅亡することはないですね。勢力としては斉藤と南部の2強ということですね。2強、というには小田の勢力が少し大きい感じはしますが、まあそれでいいかなと。最後の敵はこのまま行けば南部ですか。そうなりますね。連合で来ないことを祈ります。一緒に来られると最悪10年単位の戦いになりそうですね。ちなみに毎ターン平均1人が肝付きから独立します。独立しないターンはかなりレアですね。
あ、ちょっと待って。その独立は非常にまずい。長尾からの独立ですけど、そんなにまずいものなんですか？かなりまずいです。これは勢力図で説明した方がいいかな。はい、静止画にしました。何がまずいのかを説明します。見てわかる通り私は長尾を壁にして斎藤と接しないようにしてきました。本当ですね。綺麗に長尾一つ挟んでます。それをしている理由が斎藤は先ほどまで村上以外攻める場所がなかったからです。なるほど。接してしまうとこちらに攻めてきてしまうんですね。そうです。長尾にかなり時間をかけたのもこういう盤面にしたかったのがあります。長尾の武将は現在5名。そのうち3名は全く強くありません。そして強い2名、鈴木茂康とウサミンですが、その2人は越中にいます。つまりそこで2人を仕留めれば長尾は再起不能になるわけですね。しかしそれを全て台無しにしたのがこの意識家。この独立によって意識から肝付きへの道ができてしまいました。確かにそこから進軍できますね。なるほど、確かにまずい状況です。解説終わり。まあそういうわけで猶予がなくなりました。こちらのタイミングで斎藤を攻めるつもりでしたが、今の独立で完全に流れを持っていかれましたね。ピンポイントできましたからね。嘆いていても仕方ありません。ひとまず上の長尾を倒します。増山城に着いたらウサミンが来るので、そこで待ち構えましょう。今回は完全に地形有利で戦います。森の上ですね。確かにその場所なら常に有利が取れます。鈴木茂康が来る前に突撃だ。危ない。本当に心情に悪い。でも有利に変わりはないのでもう一度突撃をしたいと思います。希望の差が完全に現れていますね。でも現状突撃が一番コスパいいんですよ。でも混乱してたらコスパも何もありませんよ。一応大丈夫です。50減りましたがなんとか倒せました。でもかなり損した気分ですね。実際に損しているんですけども、鈴木茂康が退却を始めたので城に入っておびき寄せます。大混乱は先導を使ったらなりました。あ、この城は相手の足軽適性高いと逆に一方的に殴れる場所ですね。そうです。みんなここから壁登るからやりやすい。おかげでかなり兵士が節約できます。相手が足軽だとこういう利点がありますね。あと今回の一気かけやって感じたのが、自分の想定以上に牙が厄介ということ。基本地形有利は取れないし壁も登らない。行軍が早いから城もたくさん取られる。以前味方を変えたら鉄砲より強いと言いましたが、一気かけなら普通に鉄砲より強いかもしれません。ちなみにウサミンには逃げられました。一番残って欲しくない武将が逃げましたね。仕方ありません。さあドキドキのお時間です。一応勢力の確認。織田と南部はかなり疲弊していますね。斎藤はしっかりと兵力を蓄えていますね。これはまた大変なことになりそうです。怖いですがターンを終わります。さて、どうなるかな。斎藤はまだターンが回ってきていませんからね。意識から一気に抜けてくるかもしれません。それが最悪のパターンですね。できればこのターンだけでも仲良くしたいところ。織田家は主力が下側なので、上側は斎藤の手助けありきって感じですね。正直南部は私と斎藤が戦うまでは織田と遊ぶのが賢明な判断です。お、村上を攻めましたよ。これはあかんやつですね。次の標的は私です。あと下も抜かれると思います。これは最悪の形で戦うことになってしまいました。ひとまず兵の確認。斎藤道三直々に来ていますね。参戦するのは確定ですが、これは非常に迷う。村上について守りきれるかどうか正直微妙なラインです。よし、中立で行きましょう。中立で相手の戦力を確認した後、確定させたいと思います。ちなみに斎藤につく可能性はありますか？あまりにも化け物集団だったらつくかも。でも村上につく予定です。化け物集団ですか？確か武田を吸収しているんでしたよね。そうです。武田家臣団は初期から全員戦闘が高いので、そこからさらに成長していたらやばいです。村上につく場合は春日山城がどれだけ耐えるかですね。名前がすでにやばいですが、一応確認していきましょう。この化け物。斎藤道三やばいですね。騎馬 S 戦闘90の震源もやばい。でも耐えきれるかな。城に分割で入ってくれるなら全滅させることも可能なので村上につきました。お、戦闘が強兵になりましたね。素直にありがたいですね。これだと15ターン持てばいい方かな。最悪10ターンで落ちる可能性もあります。城は2つありましたよね。はい、一色集中型なら2つ合わせて15ターン、移動含めて私は10ターン耐えれば勝ちかな。一極集中なら私のところは最後です。分散ならこの時点で私の方にも攻めてきます。一応おびき寄せるようにギリギリまで外で待機する予定ですが、果たして。お、良さげじゃないですか。
分散で来るならその数だけ徴兵で兵を回復できるので、かなり有利ですね。耐火全滅させるかの二択。できれば耐えたくはない。趙さんなら壁登るので来てほしいですね。あとは下の多田くんも後で一人で来てほしいかな。さあ分割で来い。意味わからない分割の方法で来ましたとさ。こちらには来ないで村上の城へ綺麗に分かれていきましたね。16ターンか。厳しいかも。やれる最大限をやっていきます。とりあえずは徴兵と戦闘ですね。戦闘では徴兵を引きたいところ。おお、徴兵来ましたね。最悪な方向へと転んでいたのがほんの少しだけ持ち直しました。ちなみに斉藤義達はやられてました。戦闘低いあいつは残っていて欲しかった。斉藤道さんだけならともかく、そこで14ターンも耐えられるようには見えないのですが大丈夫ですか？ここ以外は一方通行がないので、囲まれて終わるんですよね。相手は斉藤道さんなので混乱は期待できません。よって焼き打ちで攻撃していきます。焼き打ちによって防御ダウンと火のダメージ、さらには炎症で後ろの部隊も削ります。あ、火がこっちに来ましたよ。むしろラッキーです。火炙りにしてやりましょう。これで相手はこちらに来ることができず、火のダメージを受け続けます。おお、綺麗にはまっていますね。残念なのはこちらが先行じゃないこと。火が消えたら突っ込んできます。火が消えて斉藤道さんだけ来ました。後ろの部隊は火にやられていますね。この感じならもう正面突破で勝てます。全滅させてしまいましょう。戦闘が2回徴兵といい、ちょっとできすぎましたね。まあそれまでの運は皆無でしたけど、結果論ですが一番被害が小さく済んだと思います。まさか本当に勝つなんて思いませんでした。籠城戦は本当の意味で得意だったんですね。これが人間相手なら無理ですが、どれだけ不利でも何かしらの策は刺さります。守りの方が行える作戦は多いですからね。だから相手の城に籠城するんですよ。それはまた別の理由な気がしますけど、確かにそうかもしれませんね。というわけで全滅です。斉藤道さんだけですが捕らえられたのは大きい。非常に大きな収穫ですね。でも忘れていけないのがまだ斉藤のターンということ。まだまだ攻めてくる可能性があります。それにしても化け物みたいな数値ですね。こんなのに籠城されたらたまりません。前回の毛利も隣で起きた光景が脳内再生されました。私もそれを思い浮かべていました。まあ後次は当然義達ですね。さあ、どう来るかな。ん、抜かれるの確定。というわけで倍速に入ります。問題はどこまで抜かれるかですね。ここの軍団はもう数年戦争していないので、だいぶ取られると思いますよ。まあ何しても無駄なので潔って期待します。変なところで潔さを出さないでください。ああ、これ近畿の下側全部行かれるやつですね。このパターンは次のターン攻めてこないやつだと思います。ですが面倒なことになったのに変わりはありません。また数年単位の戦争のお時間ですね。できれば前線を押し上げたまま斉藤と戦いたかったんですけどね。起きたことは仕方ないので諦めましょう。まだ20年以上は時間がありますから。そうですね。まずはここで先行できることを祈ります。先行できればすぐに旋回して取り返しに行ける。越前までは捨てます。あ、終わりましたねこれ。攻めてきましたね。結構絶望的です。一応兵数確認しましょうか。まあほぼ無理ですが頑張りましょう。粘れるだけ粘ってみます。即退却しないってことは一応勝算あるんですね。編成見て思いましたが、意外にいけるかもしれませんね。きついですがかける価値はあります。先行組をまず城門前で倒して、一人ずつ来るやつを確実に倒していけばなんとかかな。先行組倒した後に二人以上同時に来たら即逃げでいいかなって感じ。あとは突撃君の気分次第。そう聞くとなんか楽な気がしなくもないし、すごい運ゲーな気がしないでもないですね。結構運ゲーですね。かける価値なければ即退却してました。よし、壁登ってくれるのはでかい。山口君は最速で処理します。残りの二人は突撃のみですね。本当に暴発してほしい。兵数は25。まだ二人なら相手できますね。その丸人なら対応できるをずっと繰り返します。そうすればいつかは勝てる。暴論ですが確かにそれをやってきましたからね。作戦がうまくいくことを祈ります。失敗したら捕虜は確定。何としてでも勝たなければ、残り1ターンで原くんか。多分いけると思うけどどうだろう。戦闘99ですからね。逆に減らされる可能性もあります。行くしかない。よし、なんとか倒し切った。次の突撃くんの気分次第ですね。混乱取れればかなり大きい。でも場合によっては横をすり抜けられるので、それをやられるとほぼ負けかなって。頼むよ多田くん。徴兵量は申し分なし。あとは倒せるかどうかですね。お願いしまーす。
あ、終わった。すり抜けられて間に合いませんでしたね。しかも今入っていったの信玄です。これはもう退却するしかないのでは？やはり無謀だったようです。ここまで来たらもう少し粘りましょう。うわ、ここでそれ引くのはやばい。挑発して戦闘にプラス補正かかるので普通に殴られるより痛いんですよ。見放されるときはとことん見放されますね。一か八かの退却をするしかない。ほぼ間違いなく捕らえられるけど。ですよね。いや本当に首切らないでください、お願いします。これで今回負けたのは2回目ですね。危ない。まあ前回よりはマシな負け方ですけどね。今の戦争は負けましたけど、やり返しはしますよ。兵300以上いますけど、さすがに厳しいんじゃないですか？徴兵をしたら即退却をして、少しずつ兵力を回復していきます。徴兵数や退却先は運ですが、それでも2回の徴兵は大きいですね。つまり攻められるたびに徴兵をして、倒せる兵力になったら迎え撃つってことですか？そうですね。というわけでさっきとは別の戦争です。城の構造は全て把握しているので、城もある程度は厳選したいと思います。城と徴兵数、相手の兵数が全て噛み合ったら迎え撃つって感じですね。徴兵数はいい感じになりました。迎え撃つなら次ですかね。次の退却先である金ヶ崎城は非常に守りやすい城でもあります。どういう風に守りやすいんですか？ここでいう城の条件とは、壁を登った際に抜けられないような構造になっている城ですね。イメージしやすいのは増山城かなと。ああ、確かにあの城は壁に閉じ込めて殴り倒す戦法ができましたね。あんな感じです。幸い足軽しかいないのでなんとかなります。騎馬だったらこうはいきませんね。やっぱり騎馬は強かった。そう考えると壁を登る鉄砲と登れない騎馬の差は大きいですね。鉄砲は攻めに向いていないのもありますけどね。相手に信玄も剣豪上杉もいますね。敵にとって不足はないし、ここで倒しておきたい武将たちです。上杉の戦闘は123。普通に強いですね。かなり強いと思います。今の時代相手の戦闘120が最高値でしょうか。信秀あたりがもっと高いかもしれませんね。では予定通り籠城戦に行きましょう。はい、予定通り壁に張り付いています。おお、そこなら抜かれる心配はないですね。いや抜かれる心配はあるのですが、その前に倒しきれるので決めました。というわけで勝ちが確定したので倍速。壁上なら一斉攻撃も全く痛くありません。強い武将が多く参戦しているので、全員捕らえて首を頂戴したいですね。まずは上杉を捕らえましたね。それだけでも収穫は大きいです。お、原くんも捕らえました。信玄には逃げられましたが、戦果としては十分だと思います。勝つときは圧勝でしたね。流れを完全にこちらへおびき寄せましたから。さあこれでまた攻めてくるのかどうかです。攻めてくるならどれくらいの兵で来るのかですね。先ほどと同じ兵数ならかなりヤバいです。また退却徴兵の始まりですね。来ましたね。兵数は果たして。あ、カットです。まさかの最小兵数で来ましたね。というわけで今回の動画はここまでです。次回は斎藤との決戦です。いよいよ終わりが見えてきました。と言いつつ裏では攻められていますけどね。気にしない。それでは最後に全体の勢力を見てからこの動画を閉じたいと思います。最近は配信でも天正期をプレイしていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画がいいなと思ったら高評価もくださると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。